とたまらんな。不思議と。奥さん今声入ってますね。これどうぞここ見てください。こっち立つ。これアウラの塊です。前としてなこの天筋コーナーに行きたいな。これわかります、はい、これ詰まってる分野でこれ何の接続やろな。ここに継ぎ手があるんですよね。っていうところは今みんな缶にへばりついてる、うん、これも縦ですか横ですか。横ですね。これなんかここになんかセットここのあれってお手洗いのじゃない水流しました。そうですね。それってね、それがビンゴやったら違う。違います。聞けない。もうちょっと出してみておいてください。いやー違うな。それ出しといてくださいね。ちょっと先見に行きますよ。いやだいぶ霜で結ばれてますね、それ。なんでそこに入ったんね、さっき。でもその下で落としてましたもんね。で、さっきその高圧の音がね。はい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 。何から行くか。よし。何から行こう。はい、そっちは止めてください。出てたね。知らんけど。水して、ペロッとやった方が綺麗になりますね。はいはい、ねえ。だからみんな高圧高圧って言うてるけど、うんうん、いや、2階にあるキッチンとかは高圧ちゃうでっていうのが、うん、まあ、俺の理屈なんです。あそこに来たら怖いですね。そう。そういうのを、だからアナは多分 YouTube のパフォーマンス的なもんで、カリウムを確保してからやっとん、はい、と思うんですよ。いやでもね、この間の、うん、あの YouTube っていうか最近の YouTube でハナさんが、はい、なんかあの栄養的に面白いものをいっぱいあのちょっとやりすぎて、はい、逆にこう怖がらせすぎて、はいはいはい、不安を煽った感じがあって、なんかこう問い合わせがうちのキッチンも詰まってるかもしれないので見てくださいとか、結構そういうまだ詰まってないっていうか何もなってないのになんかこう不安になってきた人が多くなってきたようなものが増えたから、あの普通はこんなぐらいですよっていう、あのこういう動画流してきました。ああそうなんですか。はい、あの今まではもうあの何十年来の塊ですとか、うんうんうん、ドカーンドカーンっていうのをやってはったんですけど、はいはい、ちょっと怖がってる人が多くなってたみたいですみませんって。まああの人も割とね正直にやってはるよね、うん、こんな大阪のこんなところに、うん、花さんのファンがおるって、あの人それ知ったら多分おしっこちぎれる。うわぁ、山川の現場で俺の話出てるやんみたいなね。いやだからその YouTube があったから山川さんにつながっていってるから。すごいね。ね。
こも線入っとる、うん、こういうのをこう冷静に見ていくと、ええとこばかりね取ってても、うんうん、あんまりここでこう水一瞬溜まってコンボロボンコロコンボロボンコロボンコロボンコロボン言うとるじゃないですか、はい、この先に、まあ、今めくっていったもんが、うん、もう引っかかり始めてるんで、ね、だからあと耐えれるかどうかだよねこの人が、ははははこいつがチェーンが、うん、あの到達するのが先か、うん、再発するのが先か、再発したら下で、うん、あの下の高圧はそのまま置いてるから、うんはい、あの水溜まってるの見えます、新規臭いけど、うん、こう流して、うん、で火くんまして流して、うん、みたいな、うん、高圧やったらそのまま引っ張っていけるやつ、下流側からね引っ張るんやったら、はい、上流側からはね、うん、やっぱり、うん、上流側から高圧なんてもう守ってのほうかと思うか、でもこれ嬉しいです。私こんなんやってもらえるとあんまし思ってなかったから、うーん、まあできることが少ないと、いないわけではないと思うんですよ。だけど、まあ、わざわざできなくていいのかアピールしてる人は少ない。まだ水抜けてない、カパーン言うとるでしょ。はい、だからこれ多分こう曲がっとるんですよ。うん、曲がってるこう縦のここに水が来る。すごい曲がりです。ここ行くまでも結構曲がってる。荒いおけ確定ですね。もうなんかこの何一月二月で三つぐらい売れてます。うん、あらよけ、そう俺が売ってないですけど、はいはい、買ってこー言うてるおかん3人ぐらいいてるから、うん、わあ俺おけ屋さんやっとったらめっちゃ儲かってるかもしれんと思いながら、うんうんうん、もうおけ3台売ってるでみたいな、多分金物屋さんで、うん、最近おけを売れるわ思ってはるかもしれないね。あのこういうの多いんですか？油が固まるとね、うん、
ていうのって本人もあんまし気づいてない時あるから、ね、あなるほど、そっちに話広げますか。あなんとなくぼんやりしてて、お互いでこう喋って言い合ってるうちに自分もああそれで私イライラしてたんだとか、そこが引っかかってたんだっていうの出てくるっていう、だから会話が大切なんじゃないですか。なるほどな、ね、YouTube 的なネタで言ってるだけで割と仲良くはしてるんですよ。いやいや、それはそうですよ。あの仲悪い人が嫁ネタ出てないです。あ、そういうの分かってくれてはるんですね。いや、俺もうみんな本気で踊ってへんやろな、みたいな。嫁ネタ言うたり、嫁さんのことをなんじゃかんじゃ言う人の方が、あれですもん。だから、あの気になってるから言うだけで、あの仲悪いと気になれへんからもう口にも出ない。こっから入れへん。だからこれが40になっとんねんで、きっと、うん、だからここまでは50にしとんねんわ、うん、でかい、うん、いや、あの下から、うん、下の高圧してた時に出てきてる配管は40なんですよ。ほんで今これ蛇腹外してみたら50なんで、はい、あれと思ってたんですよね。途中で40に勝つ。ここもしかしたらリフォームするときにここの部分だけは50でやってくれはったのかもしれない、ね、かもしれないですね。だからその40のところがもう昔ながらの管のまんまなのか、40年近くのこういうの言うたら流れてないですね。はいはい。もう最近なんかすごいあの人が溺れたような音をしてたんですよ。え？最後流れた後に、はい、ブクブクブクボコボコボコじゃなくて、はい、ボコボコってなんか人がなんか溺れてなんかポッポカポカ なんて言ってるかな、音がもうすごい、これも完全に使ってますもんね。最後時間かけて、うん、さっきより詰まり的には抜けたんでしょうね、これ。
しれっとこう缶の中きれいになっていってるでしょ。はい、気持ちいいですね。嬉しいです、こんなんしてくれて。憧れの本物が、本物がびっくりしました。ね、めっちゃ流れるようになりましたね。はいはい、嬉しい。あ、その辺が詰まってたんですか。今、まあこれの今ちょうど見やすいのがここに、あのカメラ見やすいからここに設置してるんですけど、はいはい、その溜まってる、はい、1.2メートルって言ったけど、そうか、そこからこの辺りですか。もうちょっと、とにかくボコボコよく言ってました、この湿地か、この辺り。うん、ここの合流のところまではうまくいきました、ね。はい、合流だった。この辺ですか。これで、これチーズかな。カメラが入るのか。やっぱりここでも曲がりが終わりなんだ。カメラのね、うん、曲がるその性能が、うん、まあ、4つぐらいなんですよ。はい、それここでも4つ使っちゃってるんでしょうね。そんなに迷路みたいに曲がりくねっていくんですね。だからまあ僕やドン落として、うん、1個曲げて外にドン、うん、2個みたいなのを、うん、次リフォームの時ね、やってやれば、そうですね、いいかなと思いますね。はい、もうさっきまでやったらこの、うん、ぐわっと水が湧いてたと思うんですけど、うん、それないもんね。うん、流れてます。だ下流側から高圧してもその辺で止まって、うんうん、で上流側からも、まあ、この今 2.27 のとこで止まって、うん、こうまあイメージとしては両方からこう割と近づけたんじゃないかなっていう感じですね。はい、おもろでしょ。うん、こうなんか、うん、YouTube やともうそのハイライトだけを撮っていかんと、もうみんなもうよその多分よその家やからかもしれないんですけど、うんうんうん、結論だけ知りたがりますやんか。うん、でまあうちのチャンネルは基本的には、うん、あのどれだいかな、今さら聞けない同業者の仕事を見たいという、うん、職人さんがまあ見てくれればと思ってやってるんで、はいはい、あのまあ割と長めにしてあるんです。ほんならあのそのドーンと出てくるところじゃなくて、うん、どこどこが見たいねんとかあるじゃないですか。これ、はいはいはい、この線多分そうやと思うんですよ。この線、うん、あの詰まってたところと詰まってなかったところの境界線、はい、だからずっとそこを油で、こんなんも、うん、こんなんバクテリアの塊やと思うんですけど、うん、こんなんは水でヒュッと流れますけどね、うん、今はこのワイヤーがおるから邪魔で見てへんパターンだと思うんですけど、うん、よし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 、これの。
ね、あんまりこうお客さんってこうあわてんぼうさんやから、うん、あのもう業者が来たらちゃって解決するのかなっていう思ってる人が多いんですけど、うんうん、その前下が漏れたっていう時にね、はい、それこそあ開花漏水したんですか。ええ、あこの先の部屋のところね。そう、はいはいはい、だからキッチンからここから落ちていく水が下の洗面台から上がって、うん、でそこから溢れ出てたっていうやつやったんで、その時もあの初めてそのクラシアの日読んだ時に私その感覚やったんですよ、はい、あの切ってすぐこう抜いてくれて終わりって思ってたら、はい、むっちゃくちゃ時間かかって、それこそ4時か3時ぐらいに来てくれはって、昼の、うん、はいはい、で帰ったん9時とか10時とか。真面目に、めっちゃ真面目にやってますよ。いやその方やったんですよ、だからもうその人やったらもう通れへんかって、もうこの人来てもらおうと思ってで1回目はそれでまあ1年2年行けたんですけど、はい、だんだん感覚がやっぱりあかんになって、で高圧洗浄車ってこっちも読んだりとかしてくれてってなって、それもまあだいたい1年に1回ずつぐらい最初の時詰まってたんで、3回か4回読んだんかな、その方で事務職員変わったって言われて。偉いさんだったんじゃないですか。すごい真面目な人だったんで。2.2 だからここまではオールクリアです、はい、言うたらこの先がちょっと何なんかがわからないから、わからないからって言ってたんではちょっと面白くないんで、あと